がもっと好きになるザモーターウィークリー自動車ライターの伊藤あずですこれからの30分車情報満載でお届けしていきますそしてオートプルーブ編集長の高橋さん今夜もよろしくお願いしますはいオートプルーブ高橋ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日から3連休なんですけれども、うん、はいはい 夏休みだね。そうなんですよ。で、うん、何しようかなと思ってたんですけど、うん、ちょっと予定がなくて。<laughs> 寂しい。はい。<laughs> で<も>寂しいね。はい。週末は、はい、あの F1 があるんですよ。私。副半女子ですか。そうなんですよ。海とか行かないの？<laughs> うん、ちょっと家に引きこもって F1 <laughs> 見ようかなと思ってました。この間 F1 本当は買ったしね。そうなんですよ。なのでこれからもかなり見どころが多いので、うん、もう次からも見逃せないんで。<laughs> <か>はい。お家で F1 完成します。<laughs> はい、はい。ということで自動車ライター伊藤雅がお送りするザモータービックリー今夜もよろしくお願いします。The Motor 自動車ライター伊藤あずがお送りしているザモーターウィークリー今夜も車情報満載でお届けしていきますさあここでメッセージが届いていますので早速ご紹介させていただきます、はい、ラジオネームレッドペガサスさんあずあずさんこんにちはあずあずさんのフェイスブック見ましたが F1 お好きなんですね。私も毎戦見てますが、先日のオーストリアグランプリでレッドブルホンダのフェルスタッペン選手が優勝しました。うん、ホンダにとっては13年ぶりの勝利で、これで日本でも F1 が盛り上がってくれると嬉しいですということなんですけれども、うん、おめでとうございます。ホンダ社、ね。やっと来たって感じだよね。そうなんです、うん。まあ13年ぶりって言ってるけど、でもホンダ出てない時があったからね。そうですね。まあ実質何年ぶりなのかよくわかんないけど。は、う、い、ん。<laughs> でも。 だいぶあの本田さんもトロロッサであったり、うん、マクラーレンであったりうん、うん、エンジン、パワーユニット供給してかなり苦労を重ねてきて、ね、今回ようやくレッドブルで優勝っていうのなんかジェット機のエンジンのエンジニアがみたいな話があるもんねなんねなか本当に開発にはかなり力を入れていたらしくって、うんでまあ、私 F1 前線見てるんですけれどもさっきもちょっと言ったように。女子 <laughs>、はい、あのですねかなり、はい 今新人がたくさん出てきていて、あのドライバーさんも、ね、かなり、うん、あの昔とは変わってると思いますし、うん、才能溢れる選手がたくさんいて、うんうん、あのぜひま今平不安から離れてしまっている人でも、うん、見たらかなり面白いと思うので、うん、皆さんに見てもらいたいなとい。なるほど。このメールくれた方は赤赤,赤レッドペガサス？はいレッドペガサスさん。さんこの人レッドペガサスってさ昔。 漫画でさ、はい、赤いペガサスっていうね F1、はい、の漫画があったんだよねそうなんですかずいぶん前だけど若い人かな <laughs> いやどうなんでしょうそこはちょっとわからないんですけどもしかしたら、うん、そこから名前を取られてまんまだもんね <laughs> レッドペガサスさん <laughs> ぜひじゃあその名前の由来も今度教えていただけたら、うんね、いいですねそんなことを思い出しました、はいはい ということでラジオネームレッドペガサスさんには番組オリジナルステッカーをプレゼントしたいと思うんですけれども実は住所を書いてくださっていなかったのでららはいららステッカーを送りたいので住所、うん、も送ってくださいねはいこれからのザモーターウィークでも引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています、えー、メールアドレスは tm.fmyokohama.jp ザモーターの頭文字 tm に続いて atmark.fmyokohama.jp ですさあこの後はモータージャーナリスト佐藤久美さん をゲストにお迎えして話題の新車をピックアップします The <Motor> Weekly. 自動車ライター伊藤浅がお送りしているザモーターウィークリーさあここからはモータージャーナリスト佐藤久美さんをゲストにお迎えして話題の新車をピックアップします久美さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いいたします久美さんは海,、はい、海は行かないんですか <laughs> 海ねここ数年行ってないですね私あのサップ やってたよね。やりかけていややってたってラスにほどじゃないんです。でもボードまで買ってやりたんだけど。なんか早山かどっかにボード置いてあるんだよね。そうそう置いてあるんですよ。サーフィンなさるんですね、クミさん。いやあのサーフィン並乗りはしないであのサップでもあの水上散歩が楽しい気持ちいいんですよ。 あの、こぎながら、あの、水鳥散歩するのはね。そうなんだ。なんか、ドビキニでやるらしいよ。いやいやいや、それ昔の話。です噂を聞くと。いや、昔です。いもうね、日焼けしたら。やばいね。いや、そんな無理してやんないとね。いや、そんなくみさんを見てみたいですよね。いや、もう、その、ドビキニどこやか、海にすら行ってない。海にすら行ってない。ちょっと今年はね、あの、リハビリ兼ねて行きたいですね、海。ああ、そうね。はい。 じゃあみんなで今度海の予定を立てましょうかじゃあみんなでドビキニ見学でドビキにしましょうはいそれでは今夜ピックアップする車について三人それぞれの印象を持っているフリップに書いてきていただいてますので発表していきましょうリスナーの皆さんはどんな車なのか想像しながら聞いていってくださいねではまず私からど,どんもう弟分とは呼ばせないもう弟分とは呼ばせないはい 結構難しいよねこれいつもねそうですねはいでは高橋さんお願いしますドドンハロー PTA これは怖な人しかわからないものが出てきましたねますますわかんなくしてますはいでは続いては久美さんお願いしますはい。相変わらず美しいああ。自分のこと私も久美さんのことかなって思いましたそう。はい。なるほどはい はいちょっと今回また難しかったかなと思うんですけれどもでは発表していいいきたいと思います今夜ピックアップするのはランンドローバーレンジローバーボーーババレジイクですじゃあまず私からこの「イボーク」について簡単に説明させていただきますとランドローバーのモデルには3つの主要なラインナップがありまして「うん、レンジローバー」と「ディフェンダーと、うん」と「 ディスカバリーっていう、うんうん、まあ、大まかに大きなカテゴリーに分かれています。はい、その中でもレンジローバーは高級で上質な S. U. V. として位置づけられていまして。うんうん、まあ、イヴォークはその中でも一番末っ子のモデルと。ああ<ー>、はい、なるほど、だから弟分じゃないと。そうですね、うん。イギリスの皇室もみんなレンジローバーだからね。そうですよね。<ー>ねやはり格式高いっていうのがね、特徴、うん、です。うん、はい、で、イヴォークは比較的価格も安めで。 斬新で美しいデザインが特徴になっておりまして今回の新型で一見ちょっとデザインは変わってないんじゃないかなと思われるかもしれないんですけれども、うん、新型になってもうボディが99%新設計されているということで中身は全然違いますよということなんですね。うんうん、で今回から初めてマイルドハイブリッドのモデルが追加されていて、うん、まあ持ち前の4区性のも健在ですと。うんうん いうことで、なるほどはい、久美さんは相変わらず美しいとおっしゃっておりましたが、やはり私初代のイボークオーナーだったんですよ。ーーね、そうなんですね、うんで。もうあのデザインに惚れて、あのモーターショーで見た瞬間も一目惚れして買って、まあ、結局イボークってあの小モデルがそのまま市場に出てきた。 っていう普通ねあのコンセプト化っていろいろ条件があるから変わってくじゃないですか、はい、そういう、ね、僕の場合ほとんど変わらずその美しいままに市場に出てきたということでねすごくインパクトがあった車でなるほどコンセプトモデルそのまんまって言われてたもんね。ねうん、そこに惚れ込んで、うん、はい たんですけどね。うん、はい。だから余計にあの二代目もまあギープコンセプトでね、うん、あの、うん、変わらないじゃないという見方もあるけど、<laughs> そもそも初その車台が斬新だったからね、うん。確かにインパクト強いしね。はい、そうですよね。うん、じゃ二代目も相変わらず美しいという。そうですね。うんうん、あとあの外観もだけど中あのインテリアも。 今のあのレンズの流れですけどねすごいシンプルでね今回からスマートフォンを自分で持っていてそれを登録すると入った時に自分のシートポジションに合わせてくれたりとかあとミラーの角度を描いてくれたりするとかっていう新しい機能もついてるということで前までねそういうのって鍵スマート機がそういう機能を持ってたんだけどスマホになるんだね。 そうなんですよね,のねその辺もなんか新しいな,な、ねうん、時代ですね時代ですね,で,すねでねこの車ね全くの新型で、はい、プラットフォームが新しくなってそうですねハロー PTA そう先ほどの何なんでしょうか PTA は <laughs> はいあのプレミアムトランスファースアーキテクチャー なんだそれってプレミアムトランスバースアクティクチャーじゃあ高橋さんに説明させていただきましょう高級な横置き構造体ですかね日本語で言うと横置き構造体っていうのはまああのプラットフォームが新しくなりましたよっていう話でこれが PTA っていうプラットフォームで高級なね横置きタイプのプラットフォームになりましたとこれが一発目の新型車でまあこのあとだから ジャガーランドローバーグループの FF モデルにこのプラットフォームが使われてくるんで、はい、だから E ペースとか、うん、あの辺もこの PTA になってくるのかな、はい、今後。うん、だからプラットフォーム全部変わったんで乗り味とかね、はい、その辺も全部一新されましたってとこなんだけど。 どうですか佐藤さん乗って,みてす、ね、ん本当変わってます、ね、のだからあのもう弟とは呼ばせないっていう、はい、そういう意味では本当になんかちょっと洗練されたというか、うん、あのやっぱ初代っていろんな意味で良くも悪くもやんちゃっぷりがあったと思うんですよね、うんうん、スポーティーとは言ってたけどね、うん、ステーリングとかすごいじゃないですかまぁ SUV とは思えないくらいちょっとこうでうそうでしたね <laughs> ものすごい芸人立ち上がってって感じだったけどその辺もだから聞きはいいけど、うん、もうちょっとこう、うん、穏やかというか、ね、あの洗練された感じとか <laughs>、はい、ね全体的にそうちょっと大人になったかなって印象ありますね。 今回からこのランドローバーのどっしりしっとりした感じがイボークにもかなり反映されてるのかなと思いましてローーバ感したっていうのは本当になんかすごく足のストローク感が出たような気がするんだけどそどうだからまさにその横置きっていうのがだからちょっとイボークだけ末っ子でそこが初代はネガというか。 やっぱりでしょみたいな言われ方をしてたんだけどあのそう、ね、こういうオタクな人はここにここ見るけどそうそうだ、うん、から横置きとかね気にするけど、うん、そういうのを知らずに乗ったら本当そのレンジのラインナップに見事そのすごくねこうハマってる感じしますよねその上質感とか。 乗り味とかボンネット開けて横置きか縦置きかってわからない人が多いと思うんだけどわからないと思いますそうだよねこれでもパートレーンは新しくなってないのかな新しいのかなこれ今回からマイルドハイブリッドがパワート初めン変わったんだね追加されたということなのでマイルドハイブリッドなので乗ってみても普通のね 来年期間のモデルとそこまで変わらないかなと思ったんですが、うん、いかかがでしたでししたょうかまあこれもまたオタクな話ですけどどこにくっついてるかっていうのがね P1 <laughs>、はい、<laughs> から P4 まで、はい、P1P2P3P4 あって、はい、ポジション1234これがまああの世界共通の言い方なんだけどそうなんですか P1 っていうところについてて、まあ、オルタネーターのあたりですね難しいオルタタネーターがベルト駆動でパワーアシストするタイプを P1 と言っててそのタイプのマイルドハイブリッドです。へ<ー>へー 勉強になりますね、高橋さんの話。<laughs> まあオタクなんでこんカットしてもらって問題ありません。<laughs> はい。で今回試乗会で、あのオフロードコースを模したようなこうモーグルみたいなものができる装置などがありましたけれども、やっぱりウォークでも四駆性能は高いということで、久美さんもいかがですか。<laughs> あでこの辺はあのなんだっけああいうヘビーデューティー四駆とはちょっと違うじゃないですか、ね。センターで付つきのただでそうそうそう。だからね一瞬シュルシュルって書くんですよね。うんうん、はい。であれ あれんだけどそこからグググこうすごい底力を出してちゃんと登ってってモーグルをね越えてってくれるっていうのを実感しましたけどもそれよりも私もっと驚いたのは実際に体験はできてないんだけど写真とか見てこの辺まで鼻の辺まで水に浸かって水没しないぞってやつね。そうなんかすごい深い水深とか渡ってる動画とかありましたね。 なんかたくましいなって、<や>はい、絶対やらない、ね。やらないんだ。そう、<laughs> え、自分の。 絶対やんない、知りたくないけど。あのランドローバーっていうと、それをどうしてもイメージがディフェンダーのイメージかな。ディフェンダーでしょーね。そう、レンジはね、もうちょっとこう、洗練されてるから、やんないし。皇室御用達ですから。そうそうそう。でも、なんかさ、そう、そういうこう、ポテンシャルがあるっていうのは。ちょっとなんかね、美しいだけじゃない、見かけた星じゃないぞみたいなところはね。そう。なすごいわかりますね。 はいさあもう一台行きたいと思いますが次に紹介する車についても3人それぞれの印象から紹介していきたいと思いますフリップのご用意は大丈夫でしょうかはい大丈夫ですではまず私から行きますナチュラルなプラグインハイブリッドプラグインハイブリッド言っちゃった言っっちゃた。ナチュラルなプラグインハイブリッドちょっとわかりやすくしてみましたはい、はい、では高橋さんお願いします わかりにくいぞツインエンジン。<laughs> ちょっとなんか <laughs> 正反対みたいな感じだけど、おわけわかんない。いかがでしょう。はい。わかりにくいぞ,くいぞツインエンジン。はい。<laughs> じゃあ久美さんお願いします、はい。バリエーション豊かでいろいろ選べる。うん。ああ<ー>、うん、そうですね。皆、うん、さんに。 なんかすごいエンジンとかプラグインハイブレッドとかすごい難しい <laughs> ややこしいっちゃややこしいんですけどね。ややこしい、ね、ややこしくらいいろいろあるってことですよね。そうですね。こっちを紹介してください。はいでは2代目にピックアップする車はボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD です。なるほど。はいではまず私からこの V60 T6 ツインエンジン AWD について簡単に説明しますと、えー、まあ皆さんご存知の通り。 v60 はボルボのステーションワゴンモデルになっております。うんはい、で、ツインエンジンというとエンジンが二つあるのと、最初聞いた時思いました。<laughs> ね、誤解しちゃうとう、ね、前と後ろに積んでるのかな。<laughs> <laughs> すごいね、パワフルな車に思っちゃうと思うんですけれども、うん、これはエンジンとモーターの動力源が二つあるからツインエンジンと呼ばれているんですねな。なるほど。はい。なのでボルボのツインエンジンといえばすべてプラグインハイブリッドの。 モデルとなります。うん、なるほどね。はい。うん、で V60 にはプラグインハイブリッドが2種類あるんですけれども、うん、今回紹介するのはベースグレードの T6 の方で、うん、さらに T6 にはモメンタムというお手頃価格のプラグインハイブリッドが登場したんです、うん。出力違いで T8 と T6 の2つのプラグインハイブリッドのタイプがあると。うん、そうですそうです。なるほど。はい。へへへでこの T6 のモメンタムというグレードは あの上級グレードのインスクリプションよりも100万円安いということでかなりお買い得なプラグインハイブリッドが出ましたねという違うってこということになります。なるほど <laughs>、はいまあ、リスナーの皆さんプラグインハイブリッドと聞いて、まあ、分かる人が結構大半かなと思うんですけれどもプラグインハイブリッドというと普通のハイブリッドとは違って外部からこう。 電電源をしして充電して充バッテリーにちょっと貯めておけるというモデルになっておりまして今回もバッテリーの大きさを利用してモーターだけで駆動するようなモードもあるということで久美、うん、さんはこの例えば EV モードのピュアという走行モードでは今回試されてますか、はい、試しましまた、はい、それぞれぞににやっぱり微妙に走りり違うけど、うん、でもあの やっぱ全体的にこう力強さがあってなんかんいい意味でこうモーターが本当にナチュラルな感じで前私この番組に来て言ったかもしれないんですけどとにかくハイブリッドが嫌いだったんですよね<ー> <laughs> 言ってたそのね、はい

ないですね<ん>、うん、これモードが「ピュア」っていうのと「ハイブリッド」っていうのと「パワー」ってモードが3つあるけどパワーとかすすごいいなんか力強いですよねね本当にボルボってやっぱりなんかパワーが結構あるのが特徴かなと思ってて、うん、プラグインハイブリッドでもなんかこう自然に見えて結構こう踏んでいくとかなりの加速をしてくれたりとか割と使い勝手もナチュラルな上にちょっともうちょっとパワー欲しいなと思った時にはすぐバッと。 V60 っていわれてだからス,スポーツカーじゃないんだけど、はい、なんかそういうねあ確かにワゴンでもこういう実用性荷物いっぱい入るから、うん、そういう意味では速さとイれも力強さっていう意味でそのパワーがあると実用性高くてていいなって思いますよねモルボのプラグインハイブリッドって、はい、リアがモーターじゃん,うん、うん、でフロントがエンジンドライブじゃん。 これ何か違いが出たりするのいや乗ってて分かんないですねはいそのピュアモードで走るとモータードライブだからまあいわゆる FR で走るじゃんですよねそういうことですよねそういうことでしょでパワーで走ると全開で走るから4駆みたいなそうすよねそこら辺が全然違和感なくそれもねまあ確かに言われたらそうやってくどおりに違うって話になるんだけどはい かそれよりもやっぱドカンっていうそのこうパワーフィールの方が強いので「工藤林」が切り替わったとかっていうより、うんうんうん、全体的な印象が変わるから気にならないというか意識させないというか,、うんうん、か変わってるっちゃ変わってるけど、うんはい、そんなになんかこう「工藤林」は意識させないですね。うんうん 見た目かっこいいからね,ねそうなんですまあさっきナチュラルっていう話が乗り味にもありましたけど、うん、やっぱ他のプラグインハイブリッドだと例えばプリウスとかって全然形が違ったりするじゃないですか。でもボルボとかってやっぱあの美しいデザインがそのままプラグインハイブリッドになってて、うん、なんか自然に選べちゃうかなと、うん、今まで結構抵抗があった人にもこのモデル結構いいんじゃないって。 上級グレートより100万円安いのでかつ自分で充電もできたりして EV モードで走れば少しはこうエコな環境で走れるかなっていうのもあるのでそういう意味でもいいかなと、はい、思いましたね。ということで今夜はレンジローバーイボークとボルボ V60T6 ツインエンジン AWD をピックアップしままししたたモーターータジャーナリスト佐藤久美さんあありりががととうううごござざいいどもました。 自動車タイトアーズさがお送りしてきました「ザ・モーター・ウィークリー」エンディングのお時間となりました。 今夜はレンジローバーイヴォークとボルボ V 六十 T6 ツインエンジン AWD をピックアップしてお届けしましたが、今日ちょっと冒頭で F1 の話をしたりね、いろんな話があってちょっと私は楽しかったですまあボルボもはいレンジローバーイヴォークもはいなんかモーター搭載してさハイブリッドになってるじゃん。そうですね。プラグインハイブリッドとかねはいで F1 もさはい今やハイブリッドなんだね実はねそうなんですハイブリッドなんですよ。ありこうねバ で大排気量でっていうイメージあるかもしれないけどハイブリッドでやってるしみんなモーターが電動化がってなってるじゃないなってますその最たるのが今日明日ちょっと時差があるから分かんないんだけどニューヨークでフォーミュラ E の最終戦やるのよあっ二連戦あ二2連戦フォーミュラ E ってワンデーレースのこれが2連戦あるんで今ね 今年から参戦している日産はシリーズ4位。はいううん、だから3位になんとかなればなって感じでまあちょっとあのシリーズチャンピオン取るにはねポイントが離れすぎちゃったんで難しいんだけど,なるほどまず3位はね十分可能性があって、はい、ブエミが乗ってますよブエミが。 ね、日産のすいません、ね、ウェッグで優勝してるっていうイメージが強くて,、まあ、てまあすごいよね、はいうん、大期待なるほど、うん、じゃあフォーミュラー E も私チェックしようと思います F1 だけじゃなくて、ねうん、これ面白いと思うよはいなんかマリオカードみたいだしあそ,うそ,うそれもちょっとね見てみたいと思うので、うん、ぜひ皆さんもフォーミュラー E も F1 もチェックしてみてください。 はいそれではザモーターウィークリーでは皆さんからのメッセージをお待ちしています最近行ったドライブスポットや初めて乗った車気になる車なども募集していますメールアドレスは tm at mark fm 横浜 .jp ザモーターの頭文字 tm に続いて at mark fm 横浜 .jp ですメッセージを採用させていただいた方にはザモーターウィークリーオリジナルステッカーをプレゼントします そして私結構、ツイッターを見ているので皆さんツイッターでもぜひつぶやいてもらえたら嬉しいです。ハッシュタタグモーターーークリーでつぶやいてもらえれば私も高橋さんもチェックしてますのでぜひつぶやいてくださいね。ということでお相手はトプルーーブ高橋ででししたた自動車ライターの伊藤あずさでした来週もこの時間にお会いしましょう。